はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、クエスです。ということで今日もケモフレ3の動画撮っていきたいと思います。トリックでトリートを取り返せというね、ハロウィンイベントの方が来ましたので、今日はね、波地水耕盛狙って引いていきたいと思います。いつも通り30連引いて 20% チャレンジをしていきたいと思います。ということでキラキラの方準備いたしましたので引いていきたいと思います。その前に性能の方ちょっとだけね確認させていただきたいと思います。ラブリー属性ですね。でビート1枚、アクション2枚持ちと、でトライ2枚持ちという風になってます。で獣ミラクルがこれ今回ちょっと特殊で、単体にダメージ与えつつ、味方を回復という感じになってます。これでもターン開始時なんで、敵が攻撃した後に回復するって感じなんで、まあ、なんだろう、あらかじめこの獣ミラクルを打っといて、攻撃に備えておくっていうのもありですね。はい。でこの得意技に関しては、威力がちょっと弱めになってるんですけど、高確率で火ダメ 10% 増加ということで、結構面白い動きができるんじゃないかなと。あと待機スキルですね、これもなんか最も体力が割合が低い味方の余ダメを上げて、そのフレンズが攻撃した、15% 分が、ね、そのフレンズの体力が回復するという感じになってます。3回ね発動するみたいです。うん。で特性が空元気耐性を増やして、あれですね、吸血ということで体力回復と 5% なんで、まあ火力結構高めだと思うんで、攻撃高めだと思うんでね、7415って確か高めですね。はい。なので結構面白いんじゃないかなと。で奇跡特性の方がね、これラブリーのクラクラ耐性上げれるっていうのがこれ結構大きいと思うんで、いいですね。ぜひお迎えしたい。で、できれば嫁ぎたい。特攻フォトも欲しいですね。ということで、引いていきましょう。はい。無料分ね、無料10連でね、もう全然来なかったんで。あ、跳ねた。嘘だろ。お、未来さん。マジか。まさか、早速来たかな。まあ、もしこれで出てきたとしても、あっちの子。いや、すり抜け多いな。マジでさ、シーサーの時もすり抜け多かったけど、こんなにすり抜け多い？やばくない？おかしいでしょ。マジか。ちょっと悲しくなるな。まあ、いいです。ツチノコ出てくれたのは普通に嬉しいんで。はい、引いていきましょう。お迎えはしたいんでね、最低でも、20% チャレンジでお迎えはしたいんだけどな。来てくんないかな？どうだろう。まさかの土の子ということね。マジか。では20連目いきたいと思います。あー、なさそうかな。あー金色特攻フォト出てくれると嬉しいんだけどな。チャップマン、ほいほいほい。ちょっとね、隣で親寝てるんであんまり大きい声出せないんですけど、今日もまたね、いつも通り深夜に撮ってます。10月1日ね、日付変わってから撮ってるんですけど、あ、良い声届け。特攻フォトも出ないな。カリフォルニアラッコ。特攻フォトも出ないか。ちょっと悲しいの。特攻フォトもね、できれば1枚は欲しい。うん。やっぱね、1周年でね、結構皆さんキラキラ消費しちゃってるんで、今回回せない人も多いんじゃないかなと思うんですよ。なんかね、あんまり、あ、どうなんだろう。フォロワーさんも回してないのかな。なんかね、特攻フォト装備してる人があんまりいなかったんですよね。それは、あれかな。まあ、時間帯もあったのかもしれないけど、俺がやってた。はい、ということで、30連目。これでもし出てくれれば、ワンチャン嫁れる可能性が出てくるんで。あー、ないかな。ラッキー刺した。あー、金色。金色か。ダメっぽいかな。お迎えしたいなぁ。波地水耕盛と、ジャックオーラン、あ、パフィンちゃん出たよ。マジか。すり抜けやん。またすり抜けだし。やばいね。あ、星さん。星さんでも嬉しいわ。うん。おぉ、星さん。これでワンちゃん星4フォト出てないかな。ダメか。厳しいね。はい、アメリカビーバー。おい、おジロヌー。
まだか。はい。あ、南コアリクイちゃん。今回特攻ですね。南コアリクイちゃんは確か。うん。マジか。まあ、あの、皆さんは、まあ、もし回すとしたら20連やって、あれですね、チケット1枚もらえるんで、20連だけして回すのもありかもしれないですね。まあ、でも結構稼ぐの大変だよね。特攻ボート出なかったしさ。きついな。これ出てくれるかな。来てほしい。頼みます。あ。ダメか。うわー、マジか。あ、星さんの特攻ボート。うわー、残念。マジかー、来なかったね。残念。ナミチスイコウモリとジャックオーランタンとケルベロスね。まあ、あの、ジャックオーランタンはストーリーで出てきてるっぽいんですけど、ケルベロスも出てくるのかな、どうなんですかね。まあ、今後ね、実装されるかもしれない。あ、ジャックオーランタンに関しては実装されるみたいですね、今後ね。いつかは分からないですけど、ケルベロスももしストーリーで出てきたら実装されると思いますけど。はい、ということで、今回は残念ながら爆死ということで、ね。特攻フォト保証も出なかったね。はい、ということで今回は残念ながらこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。